にマット界に嵐を巻き起こす男、ノーフィア高山義弘の入場であります。社長、高山、シングルマッチ時間無制限一本勝負を行います。青コーナー高山280ポンド高山三沢いけ。赤コーナー255ポンド三沢光春。レフリー西永修一。三沢、沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。あ、そうですか。いざ十字固めに持ってまいります。ロープブレイクです。掴みます。エルボーを入れていきます。掴んだ、あっとエルボーロックアップ、リング下に落とします。エルボー、リング内に戻ります。間を取っています。掴みます。肘を打ち込んでまいります。回転してのエルボー、顔面に突き刺さります。あっとキャッチした。パンチで返します。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのは感じないんですよ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。あ、スタミナをロスするわけですね。フェイスロックの体勢です。プロレスリングノアの航海の船長でありますこの三沢光晴、荒波の中、向かい風の中、降りかかるしぶきの中、今宵もプロレスの本流を見せるべく三沢光晴が舵を強く握ってまいります。フライングメイヤー、館内がどよめきます。掴んだ、エルボー掴んだ、蹴ってまいります。抱えます。ボディースラム、先頭
背面落としです。組みに行きます。場外に落とします。リング下に降ります。行くのか。タイガードライバーが決まった。組み合った。顎を叩きつけていく。引き起こす。スピンエルボー。起こした。掴んだ。エルボーを入れていく。頭を掴んでエルボーを操作。腕をフックした。あと逆に返した。肩が上がります。引っこ抜きか。タイガードライバー後頭部を痛打。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。エルボーを打ち込む。投げていった。さあこれは逃れることができるのか。これは決まってますよ。ガチッと組み合った。正面から投げていった。トップロープを狙う。急降下ボディープラス。2カウントまだ足りません。首根っこをつかんだ。ワンツーフィード。バックに回った。今頭打ったんじゃないですかね。脳天下田が打ちつけたか。立たせていく。バックを取って、ジャーラー後頭部痛打。あと逆に切り返した。ニーリフト悶絶。見栄を切った。抱き起こす。エルボーで切り返す。抜くのか。リバースで返した。カウント2で返します。抱えた。タイガードライバー。カウント 2.98。 もう泣いている女の子もいます。あの強烈でしたよ。骨がきしむ音すら聞こえてまいります。ダブルアームで投げていった。引き起こす。トップロープを奪う。10分経過。トップロープを奪う。一気にスパークするのか。立たせていく。エルボー起こした。首根っこを掴んだ。エルボーで返す。いけるか。逆に振り返した。強烈にヒットしましたよ。記憶が飛んだか。掴んだ。ガードした。あっとジャンピングに抱き起こす。小脇に抱えた。クォーターブが悲鳴を上げる。バックドロップ。起こした。うぅ、呼吸を見上げたか。あっと返していった。腰に手を回した。エルボーで返す。腕をフックした。